情報処理推進機構、独立行政法人情報処理推進機構、情報処理推進機構は、日本における IT 国家戦略を技術面、人材面から支えるために設立された、経済産業省所管の中期目標管理法人たる、独立性法人である。日本のソフトウェア分野における、競争力の総合的な強化を図る。 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律、平成14年法律第144号により、2004年平成16年1月5日に設立され、同法不足第2条第1項の規定により解散した特別認可法人である情報処理振興事業協会の業務等を承継した。IPA では特別認可法人情報処理振興事業協会の 時代からコンピュータウイルスやセキュリティに関係する調査、情報提供を行ってきた。また、中小コンピュータソフトベンダーの債務保障事業などのソフトウェア開発補助事業を行っている。天才的プログラマの発掘のための未踏ソフトウェア、創造事業、特に若年の開発者を対象とした未踏ユース制度などの人材育成事業も行っている。なお、 情報処理の促進に関する法律の規定により、情報処理安全確保支援士制度の登録事務、取り消し事務、命令事務を除くと公衆事務、情報処理安全確保支援士試験、情報処理技術者試験の試験部を行っている IT、人材育成センター国家資格、試験部、旧、情報処理技術者試験センターは、1984年から2003年までは、 財団法人日本情報処理開発協会で情報処理技術者試験の試験事務を行ってきて2004年に IPA の一組織になっている。2010年平成22年4月19日に経済産業省が明らかにした経済産業省所管独立行政法人の改革についての中で IPA についても大幅な機構改革が行われることが明らかにされた。 具体的にはソフトウェア開発事業部の廃止、情報処理技術者試験業務の原則民間移管の2点が大きな柱となり、それに伴い地方支部は2011年までに全廃された。またソフトウェア開発事業部は従来未踏ソフトウェア創造事業、中小企業ベンチャー支援事業等を所管してきた部署であることから大幅な事業内容の変更があった。 2000年から開始された IT 産業の振興を目的とした一般の開発者を IBA が支援するソフトウェア開発事業である30歳以上対象の未踏本体と30歳未満対象の未踏ユースに分かれていたが2012年から一本化され対象年齢が25歳未満に引き下げられた i p a により認定された PM プロジェクトマネージャーが参加するプロジェクトを公募し、これにより採択されたプロジェクトを一定期間 IPA が支援する。PM は予算配分権限を持ち、これを各プロジェクトに割り当てる。参加するプロジェクトは管理会社に属し、IPA、管理会社及びプロジェクトの3者間で契約を結ぶ。プロジェクト終了後、PM によりスーパークリエイターとして表彰されることもある。 未踏で開発されたソフトウェアとしては、日本語変換ソフトウェア、UIM、アンシーやウェブブラウザ、ルニスケイップなどがある。また未踏で開発された技術をもとに、ブログウォッチャー等の企業が設立されている。未踏出身者は、様々な領域で活躍しており、ウィニーの開発者である、金子勇ムは、2001年度の未踏ソフトウェア創造事業でスーパークリエイターに、 選出された開発者のプロジェクトに参加している。自由度が高く、話題性もあるため、若くて野心的な開発者の間では、一つの目標となっている。未踏ソフトウェア創造事業をモデルに、30歳未満の開発者を対象とした未踏ユースも2002年から実施されていた。未踏ユースの公募は2005年までは、年1回だったが、2006年より年2回となった。 2012年より、未踏本体と統合され、未踏ユースの制度は廃止された。もともとは、未踏ソフトウェア創造事業におけるスーパークリエイターの原石を発掘することを目的としてスタートしたプロジェクトだが、代表的な開発成果として、などが生み出されたオープンソースソフトウェア活用基盤整備事業を参照。2006年5月のオースイペジアの公開を皮切りに、 イッペジアという名称を持つ一連の情報データベースをウェブ上で公開している。1989年から2004年度にかけ、一般財団法人ソフトウェア情報センターにより実施されていたが、2005年度からは本機構が継承した。実施ソフトウェアプロダクトの開発者などに与えられた表彰制度。より一層の開発意欲を高め、 多くの良質なソフトウェアプロダクトの供給を促進し、市場の拡大及び充実を図ることを目的、HP より年、毎年開催されていたが、蒸気機構改革により2010年度をもって終了となった。IPA 内に設置されているセキュリティセンターでは、経済産業省の告示に基づき、コンピュータウイルス、不正アクセス、脆弱性について発見及び、 被害の届出を受け付けている。被害状況の把握だけでなく、啓発情報の発信、暗号技術の調査と評価、システムの情報セキュリティ評価、認証、情報セキュリティを高めるための技術開発、調査研究なども行っている。2017年からは、情報処理技術者試験から分離する形で、新設される。 情報処理安全確保支援士に関する一連の業務を所管する。現在 IPA において日本の IT セキュリティ評価及び認証制度の認証機関を運営している。IT セキュリティ評価及び認証制度とは IT 関連製品のセキュリティ機能の適切性、確実性をセキュリティ評価基準の国際標準である ISO-IEC15408 に基づいて 第三者、評価機関が評価し、その評価結果を認証機関が認証する制度である。詳しくは、コモンクライテリア参照。IPA が一般公開している日本語のアウトラインフォント。もともとは2003年、平成15年、IPA が支援したオープンソフトウェア活用基盤整備事業によって開発されたソフトウェアを使用する他に配布されていた。 詳しくは、IPA フォント参照。2009年、平成21年職員が、私物パソコンにおいて、ファイル交換ソフトを使用し、アダルトゲームなどの市販ソフトウェアや自動ポルノをダウンロードしていた折、曝露型と呼ばれる、コンピュータウイルスに感染し、行使にわたる情報が流出した。結果職員は、停職3ヶ月の処分が下された。なお、 同職員が行っていたファイル交換ソフトの利用に関して経済産業省や弁護士にも含めて検討した結果ソフトウェアや自動ポルノのダウンロードは確認されたが使用した事実は確認できいとしたまた同職員はデータのダウンロードが完了するたびにキャッシュを削除していたとして IPA の担当者は同職員は Winnie や Share を使った場合自動送信可能になることを分かっており 自らが発信者にならないよう最大限の努力をしたとみられると説明した。現在の理事は公募によって選考された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。